ちは、ジョイントパークの勝です。昨日緊急事態宣言も解除されてですね、僕も海に戻りたいなと思います。いやもう約2ヶ月近く入ってなかったんで、昨日はかなりそわそわしてました。楽しみすぎますね、これ。でも波の方はちょっと小さいですね。膝ももぐらいで速いダンパー系のブレイクで、あんま良くはないんですけど、もう波のコンディションともかく海に浸かれることが幸せですね。まあ、ただ第2波、コロナの第2波もちょっと気をつけなきゃいけないなと思うので、なるべく人の少ないところで1時間ぐらいサクッとやりたいなと思います。この日はサーフィン自粛後初サーフィンだったんですけれども、実はテレ朝さんに取材を受けてまして、自粛期間中のサーファーの思いと、海に戻っていく姿を取材していただきました。放送内容については、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見ていただければと思います。肝心のサーフィンの方は、まあ、ご覧の通りかなりボロボロで、もうなんか自分の癖悪いところが、全開出ちゃってたかなって気がしますね。まあ、何が悪くてどうすればよかったのかっていうところをまた次の機会に添削動画としてあげたいなと思います。もうこの波も結構僕が掴んだ中ではいい波だったんですけれども、詰まりまくっちゃってますね。でこれ最後フィニッシュもこけちゃうし、もったいない。生粋の鵠沼ロコの佐川陽くんもこの日、約2ヶ月ぶりぐらいに海に戻りました。普段はショートボード乗られてるんですけれども、この日は、ちょっと重めのロングボードを引っ張り出してきて、久しぶりの波の力を感じられていたようです。同じく約2ヶ月の自粛を終えて、この日海に戻ったサーファーがもう一人いました。鵠沼を代表するサーファーで世界で戦い続けている大村奈央です。彼女が言うにはこの自粛期間があったおかげで、この力のない波でもしっかり波の力を感じられるようになったと、なんかポジティブに捉えられていて、本当すごいなと改めて思いました。この日の海はめちゃくちゃ笑顔が溢れていて、もうみんなやっぱりサーフィンが大好きなんだなって改めて感じました。ただちょっと思ったより混雑してきたので、早めに上がることにしました。ただこうやって陸からの映像をチェックしてみると、思っていた以上に人が入っていたので、空いてるピークを探して入るように、気をつけなきゃなと反省してます。いや帰ってきました。2ヶ月ぶりのサーフィンで、もう体は重いし、こうもうスタンスだったりテイクオフのポジションとか、もうパドリングのサーフボードの上にどこ乗っていいのかもう分かんなくなっちゃってて、思ったより乗れなかったですけど、でもやっぱりサーフィンってすごい楽しいですね。なんか今回の件でなおさら自分にとってサーフィンがどれだけ大事なものなのかっていうのも本当気がつかされた感じがします。できっとですね、同じく自粛でサーフィン我慢されてた方たちも、海に帰った時に同じ気持ちになってるんだろうなってすごい思いました。いやちょっと言葉が出ないですけど、でもまあただ浮かれてばかりいられなくて、まあやっぱり気をつけなきゃいけないことってのはこれからもまだしばらくは続くんじゃないかなと思うので、まあできるだけですね、海に入るとしても、短い時間でサクッと行ってサクッと帰る、それでスペースを空けてみんなとシェアできるように僕も心がけたいなと思いますし、で、まあ、移動もですね、海まですぐそばに住んでいて歩いて行ける、自転車で行けるっていう方、のリスクは、まあ、限りなく少ないかなとは思うんですけども、そうでない方もいらっしゃると思うんですね。で、まあ、できるだけ、できるだけというか、海に行くときには一人で行くとか、こうどこにも立ち寄らないで、まっすぐ行ってまっすぐ帰るといった、予防策を心がけていただければなと思います。まあ、ちょっと偉そうなこと言ってしまって申し訳ないですけれども、この後もですね、引き続きサーフィンを楽しむために、
みんなで協力して頑張っていきましょう。よろしくお願いします。